今日は2021年のテレビアニメで出演数の多い女性声優をランキングにしました。出演数の多かった女性声優10名をご紹介します。これお前がカウントしたん？そうですね。かなり長い間ネットサーフィンしてまして、なんとか集計してみました。ただ漏れがある可能性もあるので 100% 正確とは言い難いのですが、グッジョブ、ありがとうございます。ちなみにランキングは関係なしに先輩が最近注目している声優さんはいますか？できれば若い方がいいですね。知識として知っておきたいです。若手か。そらアンパイやけど去年の声優アワード新人賞取った4人ちゃうかな。相川かなた、赤尾光、日枝ねね、矢野ひなき。この4人は注目ちゃうか。声優アワードって結構重要なんですね。そら過去には本土楓、ファイルズ愛、脇あずみ。今となっては知名度も上がって人気になった彼女たちも受賞してるわけですからね。おー、今年はこの子かとなりますわ。なるほど、勉強になります。ちなみに2006年の第1回では平野綾が新人賞を取ってましたね。あー、お名前は聞いたことあります。どの役は存じ上げませんが。そして第2回では加藤エミリと画伯でした。加藤エミリさんって8くじの方ですよね。画伯さんは存じ上げませんが。てか画伯の意味すらわかりません。そんな新人賞を取った声優も平野綾は34歳、加藤エミリは38歳、画伯は40歳になられましたね。まあそら年は食うでしょう。僕らも絶賛おっさん街道を走ってるわけですし。俺はどうしておっさんになっちまったんだ。それでは出演数の少ない順からご紹介していきます。なおメイン役だけではなく配役もカウントしています。最後にメインキャラだけのランキングも少しですがご紹介しますね。了解した。第5位は21作品に出演されました。1人目は81プロデュース所属の上田玲奈さん28歳です。上田玲奈結構出てたんやな。昨年はオルタンシアサーガー、ブルーリフレクションレイ、現実主義勇者の王国再建記などでメイン役を演じられています。上田さんが演じたキャラの中で人気、知名度トップは鬼滅の刃の露かなおです。私に天使が舞い降りたの星野都役も良かったです。同じく21作品に出演されたのがアイムエンタープライズの早見沙織さんです。今年の5月で31歳のお誕生日を迎えられます。いやー、早見沙織マジでめっちゃ出てる。今季派遣と言われてるスパイファミリーも出てるし。早見さんは2021年のアニメ86、魔法科高校の優等生などにも出演。そして漫画も今かなりいいところで毎週楽しみにしているんですが、ワンピースの大和役として2021年から出演されています。大和可愛いですね。何より早見沙織の透き通った声でいろいろとボンバーしてしまいます。次も同じく21作品に出演。早見さんと同じアイムエンタープライズ所属の本土楓さん26歳です。もしまだ本土楓を知らない方はぜひとも覚えておいた方がいいです。すでに人気なんですけど今後もどんどん人気になると思うんで、歌も素晴らしいです。本土楓さんはミエルコちゃんやゾンビランドサガなどにメインで出演され、抜群の歌唱力でも評価されており、歌の方でも非常に人気が高いです。フランシュシュ最高です。今季はパリピ孔明にも出演されています。歌は本土楓さんではなく別の方が歌われていますが、マクロススタイルやな。本土楓が歌ってもいい気がするけど、やっぱりガチの歌手感がいるんですかね。同じく出演数21作品ですが、第5位最後の声優さんはこちら、青鬼プロダクションに移籍された結城葵さん30歳です。青ちゃんいつもありがとう。あなたがこの世に生まれてきてくれておじさんすごく嬉しいです。コメントがキモいです。2021年は7つの大罪や雲ですが何か、ソニーボーイや海賊王女、最果てのパラディなどに出演されました。おじさんは青ちゃんの声を聞いたら2キロ先からでもわかります。たまにはゆっくり休息しながら課金を楽しんでほしいと思ってます。頑張りすぎて体壊さないでください。11月20日楽しみにしてます。続きまして22作品に出演されました。第4位は平田オフィス所属の小松美香子さん33歳です。美香子氏も前野くんと仲良くやってますかね。結婚されてるんですか？一昨年前野智明と結婚してたよ。普通におめでとうって思った。小松さんはいじらないで長瀞さんやエデンズゼロ、月とライガとノスペラトゥなどに出演。若い人たちにも遊戯王ゼアルの水木小鳥役として知られているようです。ゼアルは絶妙に見てなかったわ。畑中優とか入野美優とか内山くんが出てるのは知ってるけど。てか遊戯王の話だったらタンクトップ正体は外せへんやろ。なんですかこのコスプレ集団。いや、あまり話を広げるのはやめておきましょう。大体先輩主導になると話が長くなるので。同じく22作品出演の第4位は株式会社インスクトゥエンター所属、花森ゆみりさんです。ゆみりいいっすわ。僕はエトタマのウリタンで知りました。花森さんはランウェイで笑ってやダーウィンズゲーム、映像系には手を出すななどに出演されていました。知名度的に言いますとゆるキャンの鏡原なでしこ、テンスラのシーズあたりが有名ですかね。まだ24歳と若いですし、今後の活躍にも期待してます。テレビアニメ出演数第3位は24作品で、まずは真央さんです。イエローキャブネクスト所属で今年で30歳になられました。一道さん頑張ってますね。本名が一道さんなんですか？女優業の時は一日真央で、声優の名義は真央やな。っていうかイエローキャブにいるんやな。それ全く知らんかったわ。真央さんは2021年に激ドレや堀宮、例えばラストダンジョンの前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語、通称ラスダンなどに出演されました。真央って気づいたら出てるよな。もはや誰をキャスティングするか困った時は真央みたいなレベルで、ちなみに妖術2期はかなり楽しみにしてます。あとプリコネは一時期やってましたがお金が追いつかないので引退しました。もう一人の第3位は花澤香菜さんです。ザーさんもよう聞くんですわ。アニメ見たらまたザーさんみたいになるんですわ。花澤さんは大沢事務所所属で今年で33歳になられました。ザーさんも一昨年小野賢章と結婚して仲良くやってるんでしょうね。小野賢章と僕は同じ年なんですが、なんで僕じゃダメだったんですかね。何もかもでしょうね。ちなみに鬼滅の刃のイベントで自身が演じる甘露寺蜜璃のコスプレもされています。いやー違和感ないですね。もはや私服かなレベルです。僕は定期的にザーさん長谷園バージョンを摂取して心の落ち着きを取り戻しています。これはなかなかすごいコーデですね。確かに長谷園に見えますが、ザーさんのファッションディスったな。先輩が先に言い始めましたよ。それではあと2人です。2021年テレビアニメ出演数第1位と第2位を発表しましょう。第2位はアイムエンタープライズ所属、日笠陽子さん36歳です。出演作品数は25作品となりました。日笠陽子。2021年、主な出演作品は働く細胞ブラック、シャーマンキング、ビビなどに出演されていました。男の子役もいけるし、美女やコメディキャラもいける。しかも中身もザ・コメディアンで人妻。まさに伝説のババアです。2015年末に結婚を発表されましたが、それ以降も精力的に活動されています。おそらくスケジュールは相当忙しいと思いますが、声優というお仕事に対するプロ意識を感じます。私はピンシャン、空気はある、むしろ美味しい。はい、次行きましょうね。第1位は井上貴子さんです。マジですか？早く込みとはいえナンバーワン出演数ですか？一応僕が集計した限りでは、井上さんと言いますと代表作は何ですかね？いや、ありすぎてどうしますレベルやろ。僕はセシルさんも大好きですけどね。08正体のアイナとか、古川早苗とか、マクロファージとか、ベルダンディ、エトセトラ。もはやレジェンドの域ですからね。言い始めたらキリがないです。なんか娘さんがいらっしゃるとか、ほのかちゃんっすね。彼女も声優ですよ。偉大な母を持ったものです。親子で非常に仲が良さそうですね。なかなか微笑ましい光景です。ほのかちゃんもう20代半ばやろ。お母さん17歳ですからね。おっしゃってる意味がわかりません。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。以上2021年テレビアニメ出演数女性声優ランキングでした。りんちゃん6位ですか。あやねるも8位でさすがですね。てかなんで第10位まで表示してくれんの？それは単純に画面入らないからですよ。これでもかなり見にくいと思いますし。ちなみに別のサイトからの引用ですが、メイン役をやった回数別がこちらです。あおちゃん以外はだいぶ世代交代した感ありますね。ていうか、あおちゃんは若いって思ってたけど、この中やと一番年上なんよな。まあ他の皆さんも年は取りますね。ていうか今日はやたらと年齢に引っかかってる感じですね。どうしました？何かカレーが気になることでもありましたか？いやー、コンビニに来る女子高生がワーキャー喋ってるのを聞いちゃってさ、話の内容が全然わからんのよ。これがジェネレーションギャップってやつ？はあ、それで？いや、それだけ。ビビるぐらい面白くなくてビビってます。